まず栗オーパワーからのご紹介なんですが、栗がですね秋の旬の食材となっておりますので、栗を使ったおこわのご紹介になっております。ただですね、ちょっと今の時期まだ生の栗がありませんので、今日はちょっと甘露煮を使った方法になっておりますので、ちょっと甘い感じのおこわになるかなと思います。どのようなおこわでも応用ができますので、ぜひやり方を覚えて帰っていただけるといいかなと思います。で、最初ですね、もち米は洗ってください。で、その後ですね、浸石をしていただけるといいかなと思います。最低30分、できたら1時間以上浸石をお願いいたします。続いて2番目で、お水をザルで切って、もち米の量を計量して何グラム増えたかっていうのをメモを書いてますっていうのがあるんですけれども、この丸1番目の工程でお水で浸石してるんですけれども、でそうするとこうお米にお水が入って付着もしてくると思うんですね。でそれでどれぐらいお米の量が増えたかっていうのを、ここで一回お水ザルで切ってから測っていただきたいんですね。で今日だったらもち米、生の米で 1000g のもち米を今日使っているんですけれども、1時間以上、今日はですね2時間ぐらい浸石してたかなと思うんですけれども、それで1380ということで 380g 増えたっていう状態なんですけれども、何 g 増えたかっていうのをちょっと控えておいてください。で続いて3番目、必要水量っていうのがお米に対して 0.75 倍になりますが、そこからですね先ほどの丸2番目で控えておいたお水の量と加えていくお酒とみりんの重量を引いて、追加のお水の量っていうのを算出します。でそしてお水、追加の水の量を計量したら A と合わせますってところなんですけれども、必要水量っていうのがお米に対して 0.75 倍になりますので、今日は3分の2ホテルパンで 1000g のもち米を使ってるんですけれども、それの 0.75 倍の必要水量っていうのがレシピの分量、材料のですね右下の必要水量ってところがございますが、そこに書いてありますので、今日だったら 750g が 0.75 倍になるっていうのはお分かりいただけますかね。はい、でそこからですね、この 750g っていうのがココアを、炊いていくのに、必要な水分量になってくるんですけれども、で浸石をしましたね最初に。でそれですでに 380g っていうのはもう入ってる状態になりますの でそれプラス今日味付けということで、お酒とみりんとお塩を追加で入れるということになります。なのでお酒とみりんも水分でございますので、合わせた 250g、お酒が 130g で、みりんが 120g ですね。ですので合わせて 250g になりますので、計算してみると必要水量の 750g から付着水が 380g で、さらに調味料の 250g、 それをすべて引くと 120g になります。でこの 120g というのが追加のお水の量となりますの でそれがですね、もう測ったものが今こちらにある状態になります。ちょっとですね、ここの辺の話がややこしくて、ちょっと分かりにくかった方いらっしゃるかもしれませんので、分からなかったら後でご質問の時とか空き時間にもう一回聞いていただけると、しっかりご説明させていただきますのでお願いします。カッコ A ですね、酒とみりんとお塩が合わさったもので、追加のお水っていうのがこれ 120g 分ですね、もうあらかじめ測ってあります。でここにですね追加のお水を加えます。これがもうこれでですね全量打ち水ということで使っていくものになりますので、これをこのように合わせました。これが打ち水の総量になります。続いて4番目です。穴あきホテルパンに炊飯ネットを敷いて、丸2番目のもち米を包み加熱をしますってことなんですけれども、丸2番目でこうザルで揚げたもち米ですね、1時間以上浸石したもち米をこのように炊飯ネットに包んで、今セミナーが始まる直前ぐらいから蒸しました。モードがですね、スチームモードの110度で10分。で風量が3ということで、これでもう加熱をしたものがこちらになりますので、ここからですねちょっと実演させていただきながら、追加の工程を一緒にやっていきたいなと思います。はい、これ蒸し上がりのものがございますので、そしたらじゃあ次にやっていくのが打ち水と合わせるっていうところになりますので、しっかりと合わせるためにちょっと別のボウルとか何かを用意しておいていただけるといいかなと思います。でここにですね1回目の加熱後のもち米をボウルの中に入れていきます。ここにですね、先ほど計算して出したこの打ち水全量をここで一気に加えていきます。今結構水入ったんですけれども、これ混ぜるとですね吸ってくれるので、このまま混ぜていきます。最初にスチームで蒸していただいて、入りやすい状態を作ってからこの打ち水を一気に加えていくということになりますね。しっかりと吸水してくれました。もう水出てこないの分かりますか。でそしたらですね、このまた
ネットの中に戻していきます。はい、で入ったらですね、平らにならします。はい、でそしたらですね、今日は栗おこわということで栗が入りますので、今日はですね甘露煮を使ってますけれども、こちら入れていきます。はい、こんな感じで栗を入れたら、またこの布をですねちょっと元に戻して、これで加熱をしていきます。でもしですね、お使いのフチコンがインジェクションタイプのものであれば、ここ蓋してください。でボイラータイプのものであればこのままで大丈夫です。で加熱ですね、スチームモードの100度で20分から40分になりますの でこちらのフチコンの中に入れていきます。でしっかりこう蒸気が出ているのを確認していただいてから入れていきます。はい、で今日はですねデルパン1枚しか入れないですし、こちらのフチコンはボイラータイプのフチコンになるので、今日20分加熱していきたいと思います。スチームモードの100度で20分、風量が3ですね。これで運転スタートです。なんかすごい美味しそうじゃないですか。栗がちょっとほっくりしてるような感じで、甘露煮なんですけれども見た目がいいですね。でちょっと、これでもう全体的にもう完成なんですけれども、しっかりとちょっと見た目ではふっくらと上がってる様子になってます。